はい、皆さんこんにちは。レック専任講師の秋元由里です。この度はこの動画をご覧いただきましてありがとうございます。はいえー、2023年の合格目標9ヶ月合格速習コースのカリキュラムについてですね今回、えー、ご紹介していきたいと思います。はいえー、私はですねこの9ヶ月合格速習コースを担当しております。えー、こちらはですね8月末。 から生講義が始まりましてその次の年の3月末までですね講義が続いていくとそういった形でしてなんと9ヶ月でね、えー、合格レベルに持っていくとそういうですねかなりの速習コースになっております、はい、生講義はですね池袋本校で行われます、えー、池袋本校にねご来校が難しい方につきましては通信講座 持ってね受けることもできますので、ぜひぜひね、こちら、9ヶ月合格速習コースというのが、まあ、どういうものかといいますと、えー、こちらですね、まあ、9ヶ月っていうね、まあ、驚きの、えー、短期間で、ね、合格を目指していくと。 いうクラスなわけですけれども、えー、このレックでね秋から始まる、えー、司法書士のねコースとしては、まあ、この9ヶ月復習コースのほかに新15ヶ月合格コースは今ですねスタンダードのコースとプラスっていうねコースがあるんですけれども、えー、スタンダードのクラスとね比較しながらお話をねしていきたいと思います。 新15ヶ月合格コースの、ね、スタンダードコースというのは、えー、受,験受験するのはあ来年じゃなくて、その次の年の7月ですね、えー、受験年度が、ね、来年じゃなく、まああ、再来年って形になるわけですけれども、この9ヶ月合格速習コースは来年の、ね、合格を目指していきます。はいえー、こののヶ月合格即週コースというのは えーまあ、初級者向けという、ね、コースではあるんですけれどもあの初級者向けコースで、ね、来年の合格を目指せるっていうのはこれだけなんですよ。なので、えー、早く受かりたいという方にはうってつけの、ね、コースになっています。そして、えー、新15か月合格コースの場合にはですね、えー、再来年の合格っていうね、えー、それを目指すって形になりますのでコマ数がですね 130コマ、まあこれはインプット講座のコマ数になりますけれども、130コマあって週3コマのペースで進んでいきます。これに対して9ヶ月語学速習コースについてはですね、90コマだけなんですよ。かなりねコマ数圧縮しています。そして週3コマでもって進んでいきます。はい、コマ数がねだいぶ少ない。 ということもあってね、えー、なのでもしかしたらですねそんなコマ数少なくって受かるのかなと、ねえー、きっと浅い知識だけをさらっていく形になって、ねえー、身につけることのできる知識が少ないんじゃないのかな本当に受かれるのって思うかもしれません。まあ、ですけれどもですね、えー、この9ヶ月講習コースは5年連続一発合格者を輩出しております。 はいまあ、ただでさえ、ねえー、司法書士試験におきまして一発合格するとですねそれだけで称賛されるんですけれども、えー、それがですね9ヶ月9ヶ月で受かっ,たっていうねわけですから相当驚かれますね、えー、でも、それが実際ねこのコースですね受けていただいてね、えー、言う通り勉強していただいてね、えーまあ、ちゃんと効率的な学習ができるのであれば受かるとそういうものになっております。はい ということでですね、えー、この９ヶ月合格速習コースですね、一発合格を可能にする秘密、まあかなりね効率的に勉強できるように工夫がこだわらされてます。はい、その秘密をこれからねご紹介していきたいと思います。はい、えー、９ヶ月合格速習コースはまずですね、えー、インプット講座とアウトプット講座に分かれています。 インプット講座というのは、これは基本的には、えー、知識をインプットしていく、まあ、あの担当は全部ね私になります、私が講義するものを、ね、聞いていただくという形ですね、はい。で、このインプット講座、これがまあ全部で90個まだよということなんですけれども、まずは全体構造編という入門編から始まっていきます。これが終わっったら本論編に入っていくんですね はい、えー、で本論編、ここから細かくね、えー、勉強して形になるんですが、まずは憲法から始まっていきます。はい、えー、それで、この9ヶ月復習コースの一番のね、えー、特徴といたしましては、民法不動産登記法ですね、えー、この2つを同時並行で学習していくといことなんですね。 別個に勉強していくとどうなるかはい、あの新15ヶ月合格コースのねスタンダードコースについては別々なんですよでもう9ヶ月学習コースは同時並行でね学習してしまうんですね、えー、で、もし別々に学習していくとまあ、民法全部終わった後に不動産登記法ですね、えー、学習することになるわけですが民法で例えばでしょ学んだ低等権 ねえー、定当権に関して今度、登記を不動産登記法で学習しますよってなった時に忘れちゃってるんですよ。あれ定等権のここってどうなんだったっけったけて、ね、忘れてしまってる。なので戻って復習をして、ねえー、そして登記法へっていうね、えー、そういう手間が発生してしまうわけですよ。でもう同時並行でやってきますからね。なので定当権の民法的な知識が新鮮なうちに登記の学習ができるんですよ。ねえー、同時並行でで学習していくで、えー、と次に 会社法、商業登記法、これもですね、ほぼ一科目って言っていいぐらい密接にね、えー、関わっているんですね。えー、ということでこれも同時並行でね学習していきます。はい。まあこのようにね、えー、余計な復習の手間をかけさせないってことでコマ数を圧縮してるんですね。でえっ、ー、とこれらが終わりました。そしたらマイナー科目に入っていきます。民訴、えー、民事執行法、民事保全法。 民事訴訟法ですね、えー、これらをやりまして、その後は、えー、刑法、刑法をやって形になります。えー、で、そのあとに、教託法と司法、書士法ですね、はいまあ、この教託法、司法、書士法に関しては、あの生講義っていうのはなくてですね、えーまあ、ご自身でウェブもしくは DVD をご覧いただくって、そういうスタイルになってますいきます。でえー、次アウトトプット アウトプットというのは学習したものを吐き出すという作業になるので要は問題演習ですねで、えー。全科目卓一到達度チェックテスト全科目卓一式ですね到達度チェックテスト、まあ、これは科目ごとに、えーまあ、模試を解いていくというものになります。基本的にはですね問題問題は新15か月合格コースで使っている、えー、ものと全く同じ。 で受けていただくのはお家でお家でいただ、た自宅学習というような形になります。でえっと、その下、期日開放ベースアップ講座ですね、この期日開放ベースアップ講座、これはあ不動産登記法と商業登記法、これね、書式っていう、ね、問題形式があるんですけれども、それに関する模試になります。 こちらはですね、えー、本校に来ていただいて解いていただく、まあ、もしくは自宅で解いていただくって形になります。でえー、解説講義、ついてるんですけれども、えー、新15か月合格コースの場合には、ですね、えー、解説をする講師は、えー、普段ね、基礎のこの講座、担当している講師とは別の人なんですよ、ね、別の方が講師になるんですけど、9か月特集コースについては、ね、えー、このベースアップ講座の解説は私がやります。 はい、えー、ですので、普段ね基礎講座で聞いている、えーまあ、問題の解き方、これでもってね、えー、解いて、そしてその解説を受けられるわけですからね、非常に受けやすいと思います。そして、えー、私の、ね、書式の解説っていうのは特徴があって、答、えー、案構成用紙っていうのを使わないんですよ。はい答、まあ、案構成用紙にですねこう図みたいなものを書いてくる人、ね、多いんですけども、まあ、そういったものはね使わないんです。も、えー、もうう記,記録っていうねものを 直接使って解いていくっていうやり方をね取っております。はい。えー、でしかも解説はですね、まあ一緒に解いていくっていうようなスタイルを取っておりますので、えー、実践力がね身についていきます。はい。で、えー、これが終わったら実況中継記述解き方講座ですね。これも9ヶ月集中コースだけのものになります。えー、これも不動産解き法商業解き法ね二、えー、科目ありまして解説講義は私です。はい。 オリジナルの問題集ですね、えー、非常に難しいね問題ばっかり集めてるんですけども、まあ、これを、えー、応用編ということで自宅学習していただいて解説講義は私がやりますのでそれを聞いていただくと、まあ、これもですね、えー、実況中継って書いてあるように同じようにこう、ねえー、一緒に解いていくというようなスタイルになります。 えー、3月末に生講義が終わりましたらその後はですね、えー、模試を解いていいてただくという形になります、えー、直前3か月というふうに言うんですけどもね4月5月6月、ねえー、この間に、えー、ファイナルトレンそれから全国公開模擬試験全国スーパー公開模擬試験というように上級者もね、えー、一緒に、えーまあ、解いていくような、まあ、そういう問題をですねやっていただきそして7月に司法書士の筆記試験と。 そういういい流れになっていきます、はい、この9ヶ月合格則修コースは初級者向けのコースという位置づけではあるのですけれども、えー、ただですね今まで法律の学習をしたことのある方であったり、えー、宅見とかね行政書士をやっていた方についても、えー、うってつけのね講座になっております。はいえっとまあ、民法の方でね、えー、改正が だいぶね多く発生しているんですけども9法を、ね、ご存知の方ですねなかなかねあの改正法に対応するの大変だと思いますちゃんとこのね、即習コースの中では解説していきますのでね、えー、この新法対応っていうのをバッチリできますのでぜひぜひですねご検討してみていただくといいんじゃないでしょうかね。次に9ヶ月合格即習コースで特徴的なポイントをですね、えー、ご紹介していきます。 はい、それがこちら主要4科目横断整理講座ですこちらはインプット講座に含まれておりまして、えー、自宅学習で受けていただくんですけれども解説は私になります。はいえー、なんせです、ね、基礎講座でもってすごいスピードで主要4科目を学習していくので、えー、知識がね頭の中でぐっちゃぐっちゃになっている可能性が高いんですね。えー、そして主要4科目横断整理講座 これで持ってね頭の中を整理していくという形ですあともう一個ね、えー、特徴的なものとしてはオリジナルテキストこれを使っていくということですね新15ヶ月合格コースではブレイクスルーテキストというものを使うんですけれども即週コースでは私が作りましたこのオリジナルテキストっていうのを使ってきますでこれがですね非常に評判がいいんですね、えー、その 詳しいね特徴につきましては別の動画でご紹介していきますのでそちらをご覧ください次に9ヶ月合格即週コースの一発合格者さんのですね声、えー、ご紹介していきたいと思います、えー、パンフレットの47ページに私のですね紹介ページがあるんですけどもそちらにね、えー、合格者さんのコメントが載っておりますのでぜひご覧ください、えー、そしたらですね2021年 つままり直近のの一発合格者さんのコメントをご紹介していきますね短期間で合格を目指すカリキュラムのため効率が非常に重要だと考えていますが秋元講師は講義中重要な論点は理解しやすく丁寧に解説してくださり9ヶ月で合格するために最善の講義を行ってくださったと感じていますそういう声をいただいております。 今回は9ヶ月即週コースのカリキュラムについてご紹介していきましたけれども私ですね司法措置事務所の所長もやっておりまして実務もやってますので、えー、講義の中ではリアルタイムの実務ですね、えー、盛り込んだ形で皆さんにね分かりやすいようにイメージがつかみやすいようにね講義をしていくことを心がけています。はいえー まあ、実務に関してはね登記だけじゃなくていろんな実務があるんですけどもそういった具体的な、ね、内容をご紹介するようなガイダンスというのもやっております、えー、池袋本校で随時ね、えー、生ガイダンスもやっておりますし、えー、その実務内容ですね、えー、私が話した内容を収録した動画なども YouTube にはございますので、えー、ぜひご興味のある方は、ね、ご覧ください。